だ、言ってみ。こっちは毎日店やってるわっつったの。うん。おお、らしいなとか。やんなきゃ食ってけねえからや。アンチって怖いですねって、うん、病気だもんだってやつだ。おいちゃんボリューム絞ってる？あ、もっと上げようか。あ、あ、上がった？うん、ちょっと今上げたけど。良くなった？ノイズが乗らないようだったら別に上げてもいいんだけど。あ、いや、晩飯の食材いらっしゃい。違うよ、領事官。俺今日だから警察署に押収品取りに行くときにリュックで行って、その中全部詰め込んで背負って帰ってきたから肩痛えんだ。それで電車に揺られて行ってきてるからよ、乗り換えもやって徒歩でよ。そうそう、そういうことよ。理由はそれだけだ。リュックっていうか、うん、背負ってるよ。だって俺山登りとかもやってたじゃん。
だからもうほら取りに行くのを頭に入れてあったからザック、空ザックにしてよ持ってきといたんだよ。じゃねえか、入らねえからよ。だからそんなに量があったんですねっていうぐらい持ってきやがったからよ。だから重たかったんだよ。だってよ、カメラ置いてる三脚までおめえ持って押収してんだぜ。勘弁してくれよ。だよ、だからもう関係ねえものが山ほどあんだっつって。とりあえず目につくものみんな片っ端から持ってったからな、うん、ガサ入れされたのって、ガサ入れされてる動画上がってるよ YouTube。 持ってくからには何かあんだろうなとは思うけどよ。三脚は嫌がらせですね。知らねえよ、本当よ。洗っちゃえよ。だ昨日のうちに箕面警察によ連絡入れといたんだよ。トラウトマン、うん、あいよ、どうしようかな、何本か出しとくかな。ほら、
て。東京から、そりゃそうだんべや。ああ、生に変えよう。ニャマビールに変えるよ。伊勢は今日か明日保釈。保釈？あ、まん、起訴されたらってことか。保釈は、起訴されないと保釈請求できないからな。あんたたち行くわよ。ベビッ。懲役1年6ヶ月の執行猶予3年か。定番の奥チュリ君の定番判決パティーンな。16の3だよ。義行が養分とスローハイ、養分は連れてくんなよ。義行だけだったらいいけど。な。養分のこと嫌いだよ。そんなみんな知ってんじゃん。俺のリスナーだったら。だからできんっていうか、もう俺が付き合いたくねえやつは入れねえよ。当たり前じゃねえかよ。基本的にあんまり俺配信者と付き合いないからな。いや、礼儀がなってねってそのシャレでやってるうちはいいんだけどさ、何回か同じことをさ、お前それはやめてくれよって言ってんのにしつこいんだよ。なんか人のことを小バカにしてるみてえでだるがらみしてくるから。森は香川バーに行くって。あの、どこに行ったっていいんだよ。全然。そう、ダリルな。だから自分のリスナーに煽られてやるんだろうけど、そういうのなんか何度も何度も同じようなことやってくるから、で大して面白くもねえし。タカさん、ありがとう。ありがとうございます。
あざす。面白いか面白くないかは、でも リスナーがついてるってことは、それだけ面白い何か要素があるんでしょ、おそらく。俺は嫌だけど、トラトマン、ありがとう。あざす。ビール？あ、俺、あのほら、領事館さ、ビールサーバーって掃除するじゃん。だから掃除したら最初の一杯目って抜くんだよ。あの抜くっていうか、お客さんには出せねえから。だからそれは俺自分で一杯飲むんだ、いつも。もったいねえじゃん。そうそう、ビールサーバーの洗浄やった後の最初の一杯は自分が飲む。そうそうそう、泡とか、うん、泡になる。あれ、泡出さない方法もあるんだで、クロイちゃんよ。ガスの圧力を変えるんだよ。サーバー掃除はそれは毎日するよ、うん、だからお前らさ、よくさ、よそのみ行ってさ、生ビールなんか変、うまくねえな、ここのっていう店ないな。そういうところはちょっと怪しんだ方がいい。うん。あるだろ？そうだろう、それサーバーの掃除やってねえとこな。うん、そうそうそう、そういうこと。ああ、正解だよ。だから、セイナさん。瓶は変わんねえかな。うん。うん、黒い、それで正解だよ。うん。ワインの、そういやさ、これ、チャギアスだろ？歌。どうしてんのかな、ポン太郎。パタリと話がないね。タカさん、ありがとう。ありがとうございます。
あざっす。あざっす、あざっす。印税で悠々自適？どうだろうね。もうちょっとこれカメラこっち向きにしたいな。ワインギノー割とす、え、もう出てきたの？出てきたのっていうか保釈になったの。アンニャさん、はい、翔太郎もいらっしゃい。ワインギノカイビトがワインされたってことは、今日じゃあ保釈申請を出して明日とかじゃない？うん。だって全面なんか否認してることってないんでしょ？ね。視線の弁護士つけてりゃ普通に保釈申請出すだろ。あ、もうしたのね、今日ね。即日保釈。じゃあ明日じゃねえか。うん、早けりゃ今日に。まあでも即日っていうのはあんまり俺聞いたことねえな。一日ぐらいは経つんじゃねえかな。うん。野田が必死になって配信してるよ。何の配信をやってんの？その何、その伊勢やなんとかっていう俳優の保釈の件についてとか。だから言ってやれよ。野田なんて経験に してもいねえんだからおめえにわかるわけねえだろっつうの。こういうね、そういうお話はプロフェッショナル佐野さんに聞かなきゃダメだよ。うん。ああ、出てくるところを配信で映したいわけね。くったらねえな、ほんと。バカだな。無駄足オツだよ。何、マスコミに混じって あいつも頑張っちゃってんの？俺だって過去に2回保釈通ってるからな。前科8犯のうち。うん。
ちゃんと働けよ。もうお店開いてるんですけど。さ、二階堂。お返しちゃおう。だってよお前今日よ押収品よお前返してもらうのによ言ったらよ担当のデカによ場所ねえから調べ室で返すからって言って悪いなっつって言ったら笑ってたよ。そうだね、あの財力によって、うん、お借金は変わるよ。お借供託金って言うんだけどね、うん、お借保証金とも言うけど、いや野田の話はいいって、そんなそんな見てて面白い、出てくるのか出てこないのか分かんないんだから、だろ。じゃあ面白いんだ。じゃあそっち見てろよ。お前。興味ねえやん、そんなもん。俺んとこで言う話じゃねえだろ、それ。な。保釈金って返ってくるのは初めて。だからあくまでも預けてるんだよ、うん、保釈中にどっかに逃亡しないように、うん、だその人にとってそれなりの金額、金の価値って人によって違うだろ。逃げたらだって全部没収だからな。だってゴーンはとんずらしたけどなって、うん、そのぐらいの金じゃへでもねえんだよ。うん、没収だよもん、うん、だけどそんなのはへでもないんだよ、うん、見誤ってんの裁判所が保釈金の金額を、うん、ね、あれ警視庁の失態だよ。検察の大失敗だよ。うん、ちょっと甘かったね。おそらく海外の口座に腐るほどあるんだよ。だから国内のにある金で換算しちゃったんじゃねえの。どうせスイス銀行とか使ってんじゃねえのかよ。うん。いや、そらめに、
だいぶもう大失態だよ。ああ。そりゃそうだよ。だって犯罪人引き渡し条約結んでねえ国に行っちゃってんだからよ。なあ。そうだよ。弁護団も全部だよ。ああ無理だよもう、うん。悠々自適に一生暮らすんじゃねえの。カリバルいらっしゃい。いや弁護士になんか言ったらそんなことするなって言うに決まってんじゃねえか。でもその代わりほらゴーンの逃走を手助けしたアメリカの元 FBI かなんかのあのやつらは逮捕されてんだろ。おいい曲かかったじゃん。I want you, I want you. グリーンベレーだったっけ？ああ。日本はさ、法律がまだその進んでないから。例えばさ、行動監視もさ、保釈申請してもちょっと怪しいなと思ったらさ、こうアメリカみたいに輪っかでよ、GPS とかよ、でな、くっつけたりよ、そういうのよ、やったりすりゃいいんだけどな。だからそのいわゆる人権の問題とかそういうのにうるせえからそんな法律なんてできねえんだよ。だって盗聴だってできねえからな。どっかのよおまわりがよ犯人の車に GPS くっつけてて問題になったじゃねえかよ。違法捜査でよ無罪になっちゃったじゃねえかあれなあ。おまわりがお前犯人の車のになああったろ。あれ無罪になっちゃったんだぜ。うん。捜査方法が違法だって言うんで。いや、バレちゃってんだから、うん、あ、おとりもダメなんだよ、うん、もちろん。でも、実はやってるっていう話だけどね。なんかこの曲だとなんかホストクラブとかああいうとこで替え歌で
昔よく歌ってんの聞いてたな。なあ、ボーイズバーみたいなとこで。あ、内定はいいんだよ。うん。